はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ビーステッドルベリオンです。さあ本日なんですが、ついにねマスターデュエルに診断が実装されることが決定したんですが、6月の8日、ビーステッド爆弾ということで、このモンスター群について今日はちょっとね解説、およびまあ相性のいいデッキとかデッキレシピとか交えながらね説明していきたいなというふうに思います。逆にメタライルテーマもご紹介をしていきたいというふうに思っているんですけども、ビーステッド、まあ、簡単に言うとですね、このモンスターたちぶっ壊れでございましてですね、簡単に言うとね、で、どういう、まあ、テーマかっていう話なんですけども、レベル6ドラゴン族組が結構有名で、このモンスターとあとなんか、まあ、いくつかいいんだけど、あ、今回ちょっと主なやつしか取り上げてませんが、この、レベル6のドラゴン族組たちが、まあ、何をするかっていうと、墓地の光、オア、闇を除外して特殊召喚がまずそもそもできますと。はい、で、相手の場にモンスターがいると、この効果フリーチェーンで発動できるようになりますという効果なんですね。だから、なんか、どでかい DD クローみたいな感じですね。どでかい DD クロー。DD クローって相手の墓地のカードを除外してすることができると思うんですけども、それ除外した後に出てくるどでかいやつらって感じです。はい、なんで相手の墓地を除外して、なんか自分の場にどでかいの出しちゃうのかちょっと意味が分かんないんですけど、まあカードパワーの権限みたいな感じで、2022年の、遊戯王をぶっ壊している、まあ、モンスターたちの一種ですね。はい、で、マスターデュエルでは事前規制が入ってまして、マグラムートとドルイドブルームは、制限カードとして実装されるということでいう話になってますね。はい、もともと強すぎるからちょっとお前ら1回リミット1にしろみたいな話ですね。はい、で、共通効果になってますんで、これ全員がそのフリーチェーンで特殊召喚する効果を持っています。墓地除外して。はい、で、固有効果がいくつかあって、マグナムートだったら特殊召喚時にドラゴン何でもサーチ、サーチはちなみにエンドフェーズになってくるんで、まあ、自分以外だったら何でもサーチできるんで、ドロイドブルームサーチしたりとか、後続のね、サーチしたりとか、あと、ドラゴン族であればなんか好きなやつサーチして、なんかセイファーとかなんかサーチで次 の, ターンの準備してもいいし、まあ、何でもいいんだけど、まあ、そういう動きができますと。で、ドロイドブルームだったら、バカラ墓地へ送られると、特殊召喚されたモンスターを墓地へ送れるということで、まあ、これ自分で能動的に、ね、墓地に送るこのトラップカードとかもあるんですけど、このトラップカードとかで、ドロイドブルーム墓地を送って相手のモンスターを、まあ、2枚持っていくみたいなね、破壊1枚破壊して1枚墓地を送るみたいな動きもできるし、単純に相手に破壊されたら相手のモンスターを墓地を送るっていうこともできるという感じですね。はい、で、サロニール、これは、墓地を送られると、ビーステッドモンスターか、楽園魔法トラップカードを墓地に送るということで、一見アドバンテージ稼がないように見えますけど、楽園魔法トラップって例えば断罪とかね、ああいう効果、墓地の効果がある魔法トラップありますし、ビーステッドだったらこのルベリオンというモンスターね、墓地を送ったりもできますから、まあ、これも結構ね重要な効果になってきますね。はい、で、バルデリック、これちょっと重いんですけど、融合シンクロエクシーズリンク儀式モンスター出てきたら、他の、光属性か、闇属性をリリースして、その出てきたモンスターを除外できますと。なんで他に場にモンスターがいないといけないんですけど、まあ、いれば相手のモンスター除去できるということで、まあ、除去効果持ちになってますね。はい、で、こいつらの何がやばいか全てが手札誘発であるということなわけですよ。はい、これ一応やばいです光闇テーマ、自分がね光闇テーマ使ってると、なんか適当に相手の墓地除外して相手の手札から出てくるデッドでかいモンスターがね爆誕してくるということで、まあ、光闇結構メタられるんですよね、これで。まあ、メタられるしメタれるっていうことなんですけども、で、このモンスターたちを、持ってこれるモンスターがこの深淵の獣 B セットルベリオンとなっております。これらをサーチする人ですね。はい、まあ、これ以外にも一応B セットいるんですけど、まあ、ここが主になってくるんでね、これだけ説明しますね、一応。はい、で、レベル6以上の、闇ドラゴン族モンスターをリリースしたらこいつが特殊召喚できるっていう、まあ、特殊召喚条件があって、ちなみにこれ通称ができません。通称ができないモンスターですね。はい、なんでカオステリトリーとかから一応サーチができます。で、手札から、これ捨てると、ビーステッドをサーチできますと。まあ、要はこいつらどれにでも触れるということですね。で、メインフェーズ時、楽園永続魔法トラップカードをデッキから場に置くということができるんで、まあ、トラップカードもそのままポンって置くことができるから、まあ、即座にね、トラップカードの効果を使っていけるみたいな感じですね。で、このデッキ何がやべえのかっていう話なんですけども、メタられる人たちがかなり多いんですね。まあ、墓地のね、光闇を、除外して特殊召喚できるという都合上、まあ、マグラムード、ドロイドブルーム、サロニール、バルドレイク、どれでも除外することができるんですけども、まあ、主にメタられる人たちは、まあ、例えば、環境で言うとね、ティアラメンツ、チェイレーンとか、
ハーフニスとかメイルーとか、この辺は、墓地のこのカードを戻して融合召喚しないと、あの融合効果あの起動できないんで、これを除外してあげれば、融合効果は復活できるということで、まあ一応ね DD クローとかが同じような役割ではあったんですけど、まあモンスターとして出てきてくれるし、あとモンスターとして効果があるんでね、この辺はなので、まあ非常に強いという感じですね。でさらに、ついでに、エルドリッチと、戦闘機、死亡しました。はい、ついでに、なんかティアラメッツメタルついでに、エルドリッチと戦闘機レイも除外して出てこれるので普通に死にました。はい、あと環境外で言うと、ブルーアイズとかね、ブラックマジシャン、こういったテーマも光闇なので、こういうモンスターを除外して出てこれちゃうので普通にメタられます。はい、なんででしょうか。悲しいですね。エルドリッチと戦闘機使い息してるんでしょうか。適当にその深淵の獣を出すだけでメタられるのやばいですね。で、ここからはですね、ちょっと個人的に、まあ、注目しているBセットが来た後に注目している、まあ、デッキを4つほどちょっとご紹介していこうかなというふうに思ってるんですけども、一番僕がBセット来て注目しているのはドラゴンリンクですね。はい、ドラゴンリンク、まあ、バレットとか入ってるタイプの、まあ、光闇カオスドラゴンリンクみたいな感じのテーマなんですけども、これ何がやばいかっていうと、そもそもBステッドが、まあ、手札誘発として機能するじゃないですか。Bステッドってね、光闇除外して読書ができるんで、それなのにこいつドラゴンズなんですよね。だから天下にも使えるんですよ、このテーマは。はい、Bステッドが手札誘発妨害にもなって天下誘発にもなってるとかいう、なんか一石二鳥の実用性がありまして、これそもそもドラゴンリンクってやっぱロムルスを、立てることができさえすれば、まあ、バレルエンドプラス、まあ、サベージぐらいまでは全然いけると思うんですけど、基本的にはね、このロムルス自体、そのリンク召喚条件ドラゴン族超獣族モンスター2体ということで、その例えばサロニールとか、まあ、バルドレクとか何でもいいんだけど、そのビーステッドが素材になれるんですよ、そもそもね。そもそもで、光闇墓地溜まりやすいから、まあ、特殊召喚しやすくて、まあ、相手の墓地に光闇がなくても特殊召喚できる。さらに相手の墓地に光闇があれば妨害しながら出てこれるということで、これがねとっても相性いいんですね。はい、これしかもリンク値伸ばしやすくなってまして、 B ステッドあるとリンク値が伸びると何が起きるかっていうと、結構ね上振れ展開が狙えて、今までってまあドラゴンリンクってだってバレルエンドプラスなんかサベージみたいな盤面になることが多かったと思うんですよね、ドラゴンリンクって。そこに例えば天球とかね、こういうのが追加できるようになるんですよ、展開力が上がると。だから天球ドラゴンリンクムーブ、天球プラスなんかバレルエンドプラスサベージみたいな動きができるんですね。これめちゃくちゃ強いんですよ。はい、であとかっこいい。これ大事ね、かっこいいじゃないですか、これデッキかっこよくないですか、ドラゴンリンクって。だからそれが好き俺は。だからまあBセット来たらまずはこれをちょっと回していこうかなというふうには思ってますね、個人的には。2つ目注目デッキ、パンクBセットですね。パンクBセットはねカオスルーラーが過労死するんですよ。カオスルーラーを出すのがめっちゃ簡単じゃないですか、パンクデッキって。セアミン整列すればね、セアミンフォクシーチューンでもうカオスルーラープラスレベル8みたいな場面になるんでめっちゃ強いんですけど、カオスルーラーの出し方がそもそもBステッドプラスレベル2のチューナーっていう動きでもできるんですよね。サロニールプラスなんかアサルトシンクロンとか、サロニールプラスあとこの忍びネクロンっていうモンスターとか、この辺のモンスターでレベル8のシンクロがしやすくなってるんで、まあ、ここで、カオスルーラーにも行きやすい。まあ、例えばセアミン止められました、ファクシーチューン止められました、展開止まりましたみたいな時に、じゃあちなみにこれなんかオーガランバーとフォクシーチューンって闇属性と光属性なんですよね。はいね、属性いってるでしょ。属性強すぎて草って感じなんだけど、この辺のモンスターたちを除外して普通に B ステッドを出して、で B ステッドプラスなんかアサートシンクロとかからはカオスルーラーつなげる動きもできるし、まあ、カオスルーラーまで生きれるんだったら普通にアサートシンクロ特殊召喚してバロネスとか、ね、動きもできるし、まあ、アサートシンクロでまたカオスルーラー戻ってきて、でレベル8のモンスター2体でエクシーズしてもいいし、普通にこいつドラゴン像だからリンクしてもいいし、あと単純にねルベリオンの特殊召喚条件がレベル6以上のドラゴン族闇属性をリリースって書いてあるじゃないですか。カオスルーラーって何かっていうとドラゴン族闇属性なんだよね。だからルベリオンのコストとしてもカオスルーラーは非常に優秀と。でまた戻ってきて墓地からでアサルシンクロでもう一回出てきてみたいな、3回くらい仕事するんですよねルーラー君が。
まあ実質エクシストやなってまた次のターン戻ってくるから4回5回仕事するんだけど、まあこいつがめちゃくちゃ強いと。海外のあの遊戯王プレイヤーはアサートシンクロンが使えないのであれですけど、なんか海外ではカオスルーラーが生きてるのになんでアサートシンクロン許されてんだみたいな話になってるらしいですね。はい、なんでってなってるらしいですこのコンボはなんかあの OCG マスターデュエルでしか許されないコンボという感じですね。そして3つ目なんですけど、まあサンダードラゴンだよねまあ当たり前だよね。光、闇、除外とかはもうサンダードラゴンでしかないでしょみたいなところで、今回はサンダードラゴンを採用しています。まあディメンションアトラクターとか採用してもいいと思うんですけど、ちょっとあのビーステッドがあの起動しにくくなるのがうざいので、今回はちょっとディメンションアトラクターなしで組んできております。はい、まあ、単純にビーステッド自体が光闇除外できるんで、墓地から例えば太陽電池面をね召喚して太陽電池面の効果で、この雷電流とか、まあ、雷獣流とかこの辺の猛者を墓地落として、でそこからビーステッド起動していけば普通にその超雷流とかは立ちますし、あとこれあの当たり前の話なんですけど、楽園融合ってめっちゃ相性いいんですよ。まあ、今 OCG では制限カードですけどね、このモンスター、あこのモンスターじゃない、この魔法トラカードは、ルベリオンを墓地に落とすことができて、で、ルベリオンを巻き込んで、まあ、普通にその、アルビオンを出していくと。で、アルビオンから、ルベリオン出して、で、ルベリオンの効果でミラージェイドまで行くんですけど、そうすると盤面にあのアルビオン残ってんですよね。でこれがレベル6以上のドラゴン族闇属性なんですよ。だからアルビオンを墓地に送りながらルベリオンが特殊召喚できて、でルベリオンでなんか楽園の獣っていう永続トラップね、あの置いて、これね、これ置いて妨害にもできるし、あとその動きする中でアルビオンが墓地に行くんですよ。あのルベリオンでコストにして墓地を送られるからね。そうするとアルビオンの墓地に送られた場合の効果、エンドフェイズのね、楽園魔法トラップカードをセットするからサーチできるっていう効果があるんで、まあ、これでさっきのその楽園追放とか、これね、楽園追放とかセットできるし、まあ、後続の楽園融合も、まあ、サーチすることができるということで、あとあのこのカオステリトリーで普通にそのサンダードラゴン捨ててルベリオン持ってくるとかいう犯罪ムーブもできるしね。なんかこういう動きもなんかあるんで、まあ、このテーマは普通に強いと思います。はい、まあ、当たり前ですよね、光闇除外で相性悪いわけないんだから、はい、まあ、ちょっと若干その初動があの薄くなる可能性はあるんで、ちょっと上級モンスターが多いから、なんかどれ例えばサンダードラゴン超雷鳥竜となんか、このドルドブルームしか引けないみたいな、そういう場面の時はちょっと何もできなかったりするんだけど、まあ、なんだかんだ楽融合がね強いんで、しかもマスターデュエルではこれ3枚使えるんでね、これね、このカードなんで、まあ、これデッキはなかなか強いんじゃないかなというふうに思っています。で、一応デッキレシピ最後ですね、紹介するのは最後、ドラゴンメイドですね。はい、ドラゴンメイドは何が相性がいいかっていうと、まあ、そもそもこいつらがドラゴン族なんで融合召喚の素材になれるっていうあのお召し替えでね、融合召喚するときに、まあ、ドラゴンメイドシュトラールっていうモンスターを出していくことになると思うんですけど、シュトラールの融合召喚条件が、ドラゴンメイドモンスタープラスレベル5以上のドラゴン族モンスターっていう条件になってるんですよ。だからあのドラゴンメイドプラス、このビーステッドたち、これで、融合召喚ができて、でドラゴンメイドシュトラールと、でシュトラール出した、後に普通にあの B ステットの展開に入っていくとかもできるんで、まあ、この盤面しかも楽園融合も入れられますかね普通に。なんで、まあ、盤面的には例えばあの上振れるとなんかミラージェイド、シュトラール、ルベリオンプラス罠みたいな感じになるんで、まあ、結構三妨害ぐらいはあの簡単に構えられるテーマとなっておりますね。はい、で、まあ、さっきも言ったように、B ステット自体が相手の墓地を除外することができるから普通に妨害としても優秀ということで、妨害にもなってさらに融合スターにもなれるということで、まあ、相性がいいかなというふうに思ってますね。で、まあ、楽園はね、ちなみに楽園デッキも別に組めるんですけど全然強いと思うんですけど、ちょっとどこまでできるか分かんないんですよね。OCG の方で結構追加されてるなんか、クエムとか、それからまあルルワリリスとか、まあ、ディスパテルとかっていうモンスターが来るかどうかでちょっとデッキが、まあ、変わってくるんですよね。かなり展開ルートも複雑になってくるんで、楽園って。だからちょっと今回は紹介してませんが、デッキレシピとしては。ちょっと、なんか来てから考えます。どれが来るか分かんないんで。なんでかっていうと、マスターデュエルさんのお知らせバグってましてね。これ新規カード、なんか新規パック追加っていうお知らせが来てるけど、なんか5枚しか分かんねえから。実装されるカード。ルベリオン、グランギニョル、ブーケファルス、ギガンティックチャンピオンサルガス、スーパープロデューサーしか分かんねえんだよ。5枚しか分かんねえんだ。だから、デッキが組みようがねえ。わかんねえから。ということで、僕が言いたいのは一つ。頼む！マスター運営。もうちょっと情報くれ。はい。
というわけで、参考になった方はぜひね、高評価ボタンもちょっと教えていただけると嬉しいです。はい、またあの新刊開封動画もやりますし、動画バンバン出していこうと思うのでチャンネル登録をしてお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな、戦闘機どんまい。